帝国シンクタンクからこんにちは。本日は実はですね、地政学者の奥山正史先生のお話を伺ったんですけれども、所用があって、ご出演できないということと、あと渡瀬優也先生も所用があるということでご出演できないということで、この3人でお話をさせていただきたいと思います。伊沢先生、中川先生、よろしくお願いします。今日は米中対立について我々が考えるべき点を、いろいろな歴史の話から現代の話までお聞きしたんですけれども、伊沢先生、ご感想をお願いします。やっぱり、ね、戦略の階層とか戦略論の話がやっぱ奥山さんからこうしてもらって、やっぱりああいうなんていうか、この大きな大戦略の話っていうのは大事ですよね。本当に大事だと思いましたね。いや、昔僕はアメリカで伊藤寛さんという人がいるんだけど、国際政治学者の、もう彼から大戦略の議論をしないままに個別戦略、個別のね話ばっかりしている日本の政治家アホだろうって、日本は駒にしかならないよって、それだとっていう話をして、だからせめて宮沢山ぐらいお前読んだかって言ったから、すいません読んでませんって言ったら、そんなことも読まないで俺と話をしに来るなっつって、随分怒られたことあるんですよもう今からもう20年以上前ですけどだからまあね、そういうことを考えると、いや奥山さんがこういう戦略論に関するアメリカのやつをどんどん翻訳してくれて日本に紹介してくれてありがたいですよね。いや本当世界観、はい、奥山先生いつも重視されていますけれども、はい、中国には国をどうしたいという、中国共産党が上にあって、で自分たちの支配をどうやって及ぼしたいかっていう、30年50年100年先のビジョンがあるけれども、じゃあ日本のみならず、アメリカとか自由主義陣営がそれに対してどうしたいのか、中国がこれだけ伸びて生きている時にどういう勝利イメージを描けているのか、実は描けていないんじゃないか。そうですね。だからアメリカはね、所詮は中国はこのグローバルパワーになれないんだから、一時的に経済的に追い込まれても、海軍力をキープしておけば、いずれ中国はね衰退していく、力を削いでいけばいいやだろうぐらいの方だもんでしょうけど、日本はそういう聞きませんから ね、 そうですよね。アメリカヨーロッパの人が中国はグローバルじゃないっていう時に、俺たちのとこに来ないんだって、でもローカルパワーで日本が飲み込まれる、日本は飲み込まれるし、逆に言うと日本飲み込まれたって、アメリカは自分は安泰だと思えばもうそうなるわけですからね。しかも日本が自助努力をしなかったら死んだことじゃないという、で実際にね、アフガニスタンだってこの20年あれだけ一生懸命戦ってきたのに、もう必要ないとくればポイだから ね。アフガニスタンの問題、いや僕はリバランスでね、日本にアジア太平洋地域にね、中国に対抗するためにアメリカ軍がね戦力をこの振り分けるっていうことは日本の国益になるのでプラスだけども、一方であれだけ一生懸命この戦ってね、このやってきたアフガニスタンはアメリカ派の人たちはいとも簡単に見捨てられるわけですから。アフガもそうだし、昔はベトナムもそうだし、だからああいうことが、同じことを日本に対してアメリカがしてないなんて保証は何もないわけで、いや中川先生、日本が中国のハントにならないためのですね、研究をぜひいやだから今日ね、奥山先生がこう、米中対立っていう文脈でも非常によく話してくれました。でやっぱりいつも我々がね話してる内容ってのは、例えば今日起こったこととか、昨日起こったことをに基づいて、じゃあどういうことがあるのかっていう、フレッシュな議論なんですけども、要は、奥山先生がいただいたのはもう本当に学問として、体系だって分類があったので、非常になんかすっきりとまとまったなっていうところはありますね。ただその中で奥山先生自体もおっしゃってたのが、でも今日までの議論であって、1年後10年後っていうのは学問の中ではそこは見通せないっていうところも、限界としてはお話をされていたので、その辺を多分我々が過去の学問的な体系をベースにしながら、未来をフォーキャストするというか、こう予測していくみたいなことって、多分我々に求められてるんだ、改めてなんかその辺の我々がやんなきゃいけないことっていうのが見えたなという気はしましたね。本当に日本が中国の勢力圏とか半島になったら大変なんで、大変です、ね、今ご著書が大変好評発売中で、お
おかげさまで。あと一歩です。はい、あと一票みたいな、そんな感じですけど、選挙みたいな。はい。いや、でも本当、中川先生の議論を広める。つまり、中国のリアルな姿、もう舐めてたり、無意味に怖がっててもしょうがないな、うん、やっぱりその中間に多分事実があると思うので、うん、中川先生の議論をどんどん私は発信したいなと思ってます。そうですね、まあ、だからチャイナ側がどう、あのそれこそ大戦略よりさらに上でね、岡山先生がおっしゃってる世界観みたいなものを、しっかりと持ってる中で、我々逆に言うとそれぞれの同盟関係だったり友好国の中だと、まあ、同床異夢っちゃ同床異夢の中で、その辺を向こうは何を考えてるのかっていうのはやっぱりしっかりと認識した上で対峙するっていうのはやっぱ重要ですよね、はい。うん、今日はちょっと番組時間短いんですけど、私の感想を3個とで、ね、はい、まとめますとですね、1、中国を舐める、2、プーチンを信じるな、3、日本が強く賢くなるしかない、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の告知ですけれども、あの旧国新型学フォーラムはですね、あのこの緊急事態宣言が改めてなされて、まあ、会場の都合等々でですね、あの無観客で行わざるを得ない地位となりましたので、ただしあの YouTube ライブの方であの会員の皆様にはあの配信させていただきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。8月6日は旧国シンクタンク地政改革フォーラムということでお願いします、はい。あと、それ今年もですね、あの特別サンド会員の皆様に、あの去年に引き続き、今年も頑張れよと言ってくださる例が多くですね、でそれで助かっております。また日頃からあの会員の皆様にも助けていただいております。しっかりとした研究で、日本のためにあの尽くすための発信をあの続けていきたいと思いますので、ぜひとも引き続きご支援をよろしくお願いします。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党の官僚たちに依存をせずに、日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。